買い物のついでに、イオン大日の4階でご飯にしよう。わら焼きのカツオが有名なこのお店、龍神丸さんに来ました。メニューが色々あるみたいで、牛タン焼き定食まであるわ。店内は、漁師船みたいですごいよろ色々思考が凝らされてる、大量器がいっぱい飾ってあって、カツオの描いたるところに書いてあるわ。席を区切るロープがまたいいよね。やっぱり今日はカツオと、アジフライにしよう。 わら焼きカツオ、漁師味付けしたものを選んでみました。定食には小鉢にカツオの燻製みたいなのがついてるし、漬物、青さの味噌汁もついてる。ご飯はこんな感じで来るんだね。食べ方は最後にのせてるよ混ぜて2分待つみたいだわ。漁師、味付け、甘だれで美味しかったから食べてみてね。味はふっくらしてたけど、衣が薄い方が好き。タルタルとソースどっちか選べるよ。